ハイライトシーンを振り返っていきましょう。まずは前半の15分です。京都、この徳重、そしてそのこぼれ球、田原が足を出しましたがゴールを決めることはできませんでした。佐藤優と徳重、そのコンビネーションから最後は田原が詰めるというシーンでした。そして今度はその2分後17分です。京都、平島のクロスボール、狙いすましてシュート、ここはコースに中澤が入りました。渡辺大吾のシュートでした。そして横浜 F マリノスです。その1分後でした。前半の18分、ここで小宮山かわしてシュート。もう一つ前半36分です。コーナーキックから二次攻撃、徳重が柔らかく入れて田原、そして今度は後半です。16分、先制ゴールという形になった。ここです。このいいシュートで戻った田中俳馬の足に当たってゴールに入ってしまいました。オウンゴール。そして今度は23分、横浜 F マリノスです。清水、ロニーがヒール残してのシュート、これは水谷も反応していましたがポストに当たったというシーンです。そしてもう一つマリノス、坂田戻してロニー、そして大島の左足のシュート、これは水谷が反応しました。アディショナルタイム、横浜、河合のミドルレンジからのシュート、枠には飛びませんでした。懸命に勝ち点1を狙ったマリノスですが結局追いつくことはできませんでした。1対0、この鹿児島の鴨池でサンガがマリノスを破りました。前半は京都9本、マリノスが7本でしたが、ゲーム通算でサンガ11本、マリノス12本と結局マリノスの方がシュート数では上回りました。ただコーナーキックではサンガがマリノスを上回っています。イエローカードはサンガ水谷、平島、松島、そして西野に出ました。